今日は大分県竹田市の岡城を散歩します。滝連太郎は少年時代に遊び場にしていた岡城をモチーフに名曲荒城の月を作曲したと言われています。登場手形を買って宗谷所跡から歩きます。1586年志賀親次が城主の頃、薩摩島津氏の大軍を3度も撃退し、難攻不落の城として有名になりました。1596年中川秀成が入城し、総石垣の城郭へ大改築を行いました。この右側のアーチ状の石垣、通常かまぼこ石と呼ばれ、他にも野面積み、打ち込み萩、切り込み萩など、岡城ではいろいろな技法で石垣が積まれています。正面にヨーロッパの城のように見えるのが大手門です。大手門は1612年東道高虎が訪れた際に助言で東向きから西向きになるよう現在の位置になりました。西の丸は城内で一番広い廓です。三代藩主中川久清が隠居後の御殿として使用、その後政務の中心的な機能を果たす建物になります。この二の丸から遠くに阿蘇山が望めます。館は三代藩主中川久清の五男である中川久宗の家系の屋敷になります。この地下都門は通用口としての機能を持ち、家臣や領民の日常的な出入りに使用されていました。こちらにはまかない方の屋敷がありました。現在の建物はトイレです。
この館は茶人古田織部の弟であり、岡藩の家老を務めた古田重則に始まる家系の屋敷です。正面に見える中仕切りは城内で最も狭い場所で、敵の直進を防ぐ防御施設でした。この先が三の丸ですが、通過して五廟所に向かいます。御廟所は歴代藩主の位牌が祀られた施設です。しかし滋賀市の時代はここが本丸だったようです。この下丸門は岡城の絡め手で裏口の門になります。しかし滋賀市の時代は大手門であったようです。引き返して本丸に向かいます。三の丸の入り口、左が金櫓、右が太鼓櫓です。三の丸を登ると正面に九重連山が見えます。三大藩主の中川久清は大船山を愛し、足が不自由にもかかわらず何度も登山をしています。にあるこの唐井戸、当初から水はなく抜け道として使用されたとか、財宝を隠したとか伝説があります。現在休憩施設が建っているこの二の丸、月見櫓やお風呂屋など来客の歓迎施設があり、当主の憩いの空間でもありました。この像は昭和25年、少年時代滝廉太郎と同じ学校に通っていた朝倉文夫により作られました。本丸には中央部に藩主の住まいとなる本丸御殿があり、
取り囲むように天守に相当する御三階櫓、角櫓、多門櫓、金蔵などが配置されていました。